皆さんこんにちは、渡辺亮です。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回は新しいパソコンを紹介します。はい、ということでですね、その新しいパソコン、実は今ここにあるんですけど、じゃーん、こんな感じです。これパソコンに見えます？すごい、私も初めて見た時、え、なんだろうと思ったんですけど、今回はとある企業さんからこちらをですね、いただいて、まあ、写真を扱っている渡辺さんにぜひ試してそれを紹介してほしいということでお話をいただいたので、こちらを今から実際に使っていきたいと思います。で、裏を見るとなんかこういう感じで、USB のところと HDMI とか、あれなんて言うんだろう、ちょっと詳しくは書いておきますけど、あと電源と、これはアンテナって言ってましたね。うん、っていう感じで、まあ、裏を見るとなんかちょっとメカっぽいのがようやくわかるって感じです。まあ、なんですけど、ちょっと私パソコンっていうと基本的にそのもう出来上がってるね、 Mac とかノートパソコンの Windows とかそういうのしか使ったことなくて、でもこれっていうのはその本体だけなんですよ。まあ、それを使うの初めてなんで、私でも大丈夫なのかっていうところと、まあ、あとは実際に、私が仕事で行うような、まあ、写真の編集だったりピクスタでの作業ですね、そういったものを試してみてうまくいくかっていうのもお伝えしていこうかなと思います。それでは早速やっていきましょう。では今から接続をしていきたいと思います。今回はこのテレビをパソコンのモニターとして使っていきたいと思います。で、接続するにあたり必要なのが、なんかね、すごいシンプルなんですけど、この HDMI のケーブルと、あと、こっちに、これはもうね、コンセント刺さってるだけです。電源のコードです。これを刺すだけのようなので、刺していきます。じゃあ HDMI もここね、あれ、逆さ。はい、ここに入れて、はい。と、電源がここなんで、これを入れていきます。はい。ということで、まあ、めちゃくちゃねシンプルなんで、これならさすがに接続に迷うことはないかなと思います。あ、で、電源ですね。電源がここのボタンです。ここを押すと、はい、青くなって電源が入りました。はい、そうすると来ましたね。ちゃんとこのパソコンが来ました。で、一番最初は本来は初期設定をするんですけど、今はもうやってあるのでこのまま中身に入っていきたいと思います。はい、では今から実際にルミナー4を使った写真の編集の作業っていうのをやってみたいと思います。ルミナー4は推奨環境として少しね高めのスペックを推奨しているので、今回はこのメモリを増設して行っていきたいと思います。はい、なりました。実はその1回メモリを増設する前にテストしてったんですけど、その時は画像処理中っていうところで結構ねフリーズして待たされる時間が長かったんですけど、今これ昨日メモリを増設の作業したんですけど、それしたらだいぶそれがこうパッと見た感じは気にならなくなってましたね。ちょっと引き続きやってみます。うん、あ、でもマジでだいぶ良くなったと思う。本当に最初はねかなりねイライラするっていうか、もうこんなに待つのみたいな感じだったのが、ちゃんと完璧に本当待ち時間なしとはいかないんですけど、ちゃんと今処理しているんだろうなっていう、だからこの間待ってでは大丈夫だろうなっていう、なんかちょっと安心感があるウェイトっていう感じなので、これなら問題なく仕事としても使えそうですね。編集が終わった10枚の写真をエクスポートしてみたいと思います。まあエクスポートはちょっとどうしても時間かかりそうですね。そしてこれはそもそもこのルミナー4っていうソフト自体がやっぱどうしても特に重たいソフトだから、まあ、この辺はさすがにしょうがないのかなと思いました。はい、じゃあ今ちょっと書き出しをしている間にピクスタのタグ付けの作業を
やってみたいと思います。一応あれですね、背景で書き出し作業の処理をやってもらってても、あのまあブラウザーでこう普通の作業するぐらいなら全然問題なく動いてるっていう感じです。うん、全然問題なくできます。まあ強いて言うならこのパソコン、あのキーボードとマウスですね、これがあの慣れてないので、ちょっとあのそう Windows と私普段 Mac なんで、あの配置が違うじゃないですか。あとこのボタンの押した感覚もちょっと違うので、それが少し違和感を感じるぐらいで、作業的には全然問題なくできます。あ、ちなみになんですけど、こちらもあの今回はいただいたんですけれども、キーボードとマウスっていうのもこういう単品でバラ売りをしているものなの でそんなに高くないようです。なのでお好みのデザインのものかなりね、実はたくさんあるんですよね。見た目も機能もいろいろあるので、まあ、自分に合うものを探してお使いいただけるってことになります。とりあえず最初に心配していたあの接続の問題とかね、そういうのは問題なく、あの機械に弱い私でもできたのでよかったです。あと動作の方ですね、これはあの元々結構重たいって言われているルミナー4を使った場合なんですけど、メモリを増設してある場合、それなりに問題なく使えたのかなと思います。でそれなりにって言ったのは、どうしてもね、書き出しは正直結構時間がかかっちゃったので、これはもうねソフト自体がそういうものなのかなと思いました。でも編集中にこのフリーズしてしまっても使えないとかね、それですごいイライラするっていうところは大丈夫だったので、問題なく結果的には使えるのかなと思いました。今回私はたまたまこのモニターをテレビにしたんですけれども、もちろんテレビ以外でもあの別売りのねモニターっていうのを使えますので、いろんな大きさだったりいろんなね見た目のデザインのものがあると思うので、あのディスプレイとキーボードとマウスですね、それはお好みに合わせて選べるっていうのがいいところなのかなと思いました。まあ、選ぶのは大変といえば大変ですけど、このチャンネルを見てくださっている方はおそらくそういうメカとか機械が好きなので、なんか自分好みの一つを探したいっていう方には、こういうバラバラにディスプレイと本体とマウスキーボードをバラバラに買う PC っていうのも、もしかしたら抵抗がない方も結構多いのかなと思います。どうですかね。私は抵抗あったんですよ、すごい抵抗あって大丈夫かなっていう感じでやってみたんですけど、まあ、意外と全然普通のパソコンでした。まあ、なのであとこちらは今回は木目の見た目のデザインをいただいたんですけれども、この他にもデザインがいろいろあるようなので、詳しくは概要欄に貼ってあるリンクから確認をしてみてください。まあ、特に私はやっぱり見た目のインパクトが大きいかなと思っていて、パソコンに見えなくてすごくインテリアの邪魔にならないので、こうお部屋をねすごく洗練させてこう雰囲気作ってるっていう方にもすごいいいのかなとか、あとお店なんかに置いても機械っぽくないのでこういいのかなとか思いました。ヤフーショッピングで買えるみたいですよ。はい、ということで今回は私の新しい Windows のパソコンを紹介しました。まあ、テレビがパソコンになるのでちょくちょくこちらで作業もしてみようかなと思います。ということでよろしければ高評価やチャンネル登録で応援のほどよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。